はい、皆さんこんにちは。今日はですね、先日行った花友フェスタで私が買ったもの、これを紹介していこうと思います。まず今回お世話になったお店はですね、大場グローバルプランツさんです。今回は花友フェスタにですね、園芸屋さん、資材屋さん、あと飲食ブースとかいろいろ含めて120店舗の出店があると聞いていました。でその中でですね、今回を主催された方もですね、多肉屋さんということで、多肉寄りっぽい感じの植物の祭典だったわけですけれども、その中にですね、洋蘭屋さんが、この大場グローバルプランツさんと、山春園芸さんのその2店舗のみ参加をされていらっしゃいました。私はですね、山春園芸さんのインスタで、出店されることを知って、山春園芸さんは名古屋にですね、たびたびいろんなイベントに参加されていらっしゃってるんですけれども、なかなか都合が合わなくって行けてなかったので、今回前々から気になっていた花友フェスタに行こうというきっかけになりました。花友フェスタに行った時の動画をご覧いただくと分かるんですが、考え直してみると、あれ買っとけばよかったなっていうものもね、ちらほらあって、ちょっと後悔してるものもあるんですけれども、結局ね、当日決心して買ってこられたのは洋蘭だけでした。ジョガのですね、大きな袋に入っているこちら、1点入っているんですが、こちらを出していきます。はい、まず一つ目こちらです。私が店頭でですね、かわいいかわいい、きれいきれいと言って大興奮をしていた株なんですよ。ちょっとね、お値段は高かったんですけれども、買ってきてしまいました。品種名はですね、パレノプシスアンボイエンシスというそうです。フィリピン原産の原種のコチョウランでですね、ピンクのお花だそうですね。で他にも原種のコチョウランの板付けあったんですけれども、このアンボイエンシスにしたのはですね、花びらが結構丸っこくってですね、お花が可愛い印象だったんですね。でそれでこちらにしました。これ素材はですね、炭化コルクですね。ちょっとどこで手に入るものなのかは分かりません。今回この大場グローバルプランツさんで見たこの板付けのコチョウランたちなんですけれども、結構本気で、うちより綺麗な板付けのコチョウランってなかなか見かけないんですよ、正直。でも皆さんもね、そうかもしれないです。自分で育てたものの方がとっても生き生きしていて、根っこの本数も多かったり、着生剤の素材もね、自分のお小遣いが許す限り、つぎ込んでいたりということで、私もね、漏れなくそう思ってまして、うちにあるやつよりいいのってなかなか出会えないんですけど、今回はね、いいものに出会えたと思っています。葉っぱもね、とっても美しくて綺麗ですし、根っこもね、結構活着して綺麗な根っこが出てるんですよね。園芸店なんかに置いてあるものだと、もっと根っこがね、カッサカサに乾燥して、あげくですね、根っこが縮んで一度活着しただろうものがもうすぐに剥がれていたりですとか、もうほんと目も当てられないものも多いんですけれどもね、今回はさすがに専門店の板付けということで、本当に美しいものを買うことができました。大満足です。はい、ではね、あともう2つ買ったので、そちらも開封していこうと思います。はい、残りの2つはこちらです。まずこちら、こちらも原種のコチョウランなんですが、黄色いお花の見本写真がついていました。私ね、今回もちょっと失敗してしまったんですけど、その見本写真の写真を撮らせてもらって、でちゃんと自分で記憶しておけるようにするべきなのに、もう買おうと購買意欲が湧き立つぐらいのお店に行くと、もう嬉しくっていろんなこと考えられなくなっちゃうんですよね。本当に
良くない。本当良くない。後で調べて、出しとくようにしたいんですけれども、まあ、とにかくね、黄色くってでお花全体が丸っこい、イメージなんですね。まあ、それが可愛いなと思って、あと原種で、黄色の、コチョウランっていうのも持ってないですし、あとですね、お気づきでしょうか、この葉っぱの容姿、このね、丸葉の表情、私が好きそうでしょう。でこの丸葉、今後どうなるのかと聞いたんですけれども、この株が未生なので、まあ、正直どうなるんだろうねっていうお返事でした。今後、細長くなっちゃうのか、まあ、とんがり気味に、まあ、とんがり気味にはならないとは思うんですけどね、まあ、もう少し縦長に、なるのかもしれないですけれども、これで、なんて可愛いんだろうと思って買ってしまいました。でこの株はですね、実は花芽がもうついていまして、葉っぱが2枚しかないんですけれども、前に咲いてた、痕跡もありますし、まあ、近々お花が見られると思います。これが葉っぱの色がですね、黄色系にはよくあるんですけれども、葉っぱが黄色がかってるんですよ。やっぱピンクのお花だとピンクっぽい、赤っぽいね、ちょっと兆候が見られるものもあるんですけれども、黄色系のものの中でも葉っぱが黄色っぽいっていうものも結構あって、我が家にもいくつか、あるんですよね、黄色っぽいもので。総じて黄色っぽい葉っぱってあんまりね、綺麗ではないんですよね。緑が濃いものとかツヤっとしてるものとかがやっぱり純粋に美しいなって感じられるんですけれどもね、まあこの子はご縁があったのでお迎えをしてみました。この子気難しいかどうかというふうに聞いてみたところ、いやそんなことはないと思うというようなね、お返事もいただいたので、まあなんとか他の株たちと同じようにですね、元気に育ってもらいたいと思っております。はい、そして最後にですね、こちらまた買っちゃいました。私ね、デンドロ下手なくせに買っちゃったんですよね。これはですね、パリシーというデンドロですね。デンドロの原種の中ではかなりポピュラーなタイプですよね。濃いピンクが咲くデンドロですね。で私の持っている洋蘭図鑑の中にもですね、やはりこれ載ってまして、いつか欲しいなと思っていたんですが、すごくポピュラーな株なので園芸店でも見かけたことがあるんですけど、やっぱりね、株がちょっといまいちだなと思うものばっかりだったんですよ、これまで出会ったのがね。で今回出会ったものが、プリプリに太ったバルブがですね、3本ついています。で動画の中で私がお兄さんにね、直接お聞きしていた映像も配信してるんですけれども、もうすでに開花サイズということで、このまま水を切っておけばお花つけてくれるんじゃないかということなのでね、最低気温5度ぐらいということで、まあ一般的なデンドロビウムの管理温度帯でいいということなのでね、外に出してしっかり冷やして、しっかり水を切ってお花見たいと思います。今回のやっぱり花友フェスタはですね、まず入場料がかかるということと、それからやはり有名な YouTuber さんたちが主催、出演、されているということでね、皆さん本当に購買意欲が高いなという感じでしたね。多肉を買おうと思っている人たちは、持参したカゴの中に購入した株を並べていって、でそのままカゴごと持って帰るっていう、なんかね、とっても可愛らしいお買い物姿でちょっと憧れました。で今回私は大葉グローバルプランツさんで3点購入させていただいて、だいたい合計で15,000円ぐらいでした。今回、やはりですね、その入場料があったのでただでは帰れないというか、収穫が欲しいっていうね、やっぱりみんなそう思っちゃいますよね。で私も、最終的にはそういう動機がですね、購入につながったのかもしれないんですけど、皆さん買われる時って何をきっかけに買われるんでしょうね。
実は、これ収録しているのは11月25日の、日中なんですけれども、今日の、ね夜に、私自身も、売り出しをやらせてもらいますのでね、皆さん来てくれるのかと今ドキドキしているところではありますけれども、やはりね、もともと欲しかったものっていうのもあると思うんですけれどもね、やはり状態のいいものを見た時にはやっぱ心がときめいちゃうんだろうなと思います。あとはやはり信用できるところで買うことができれば間違いないんじゃないかっていうね、気持ちを後押ししてくれる一つの要因になるのかなとも思いました。やっぱり楽しいですね、お買い物はね。あんまり動画にするとね、こういう原種の胡蝶蘭たちに対する需要はあんまりないんだなっていうのはね、再生回数を見る限りよくわかるんですけれども、趣味の範囲として、やる分にはですね、とってもやりがいのある子たちをお迎えできたなと思っております。それでは今後この子たちの様子も動画でご報告していきたいと思います。今日の動画はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。動画の中で喋ってた洋蘭の図鑑って言ったのがこれのことなんですよ。今月私誕生日だったんですけど、うちの主人が買ってきてくれて、育て方の本ではなくって、世の中にはこんなにたくさんの洋蘭があるよっていうね、そういう紹介がずーっと続いていって、結構写真もね多くて楽しいんですけど、こんなのを持ってたらね、欲しいものが増えちゃうじゃないか、それ分かっててくれたのかなとは聞きませんけど、